富山ライトレール株式会社は、富山県富山市で、富山高線を運営していた第三セクター方式の、鉄軌道バス事業者。本社を、白川原駅に隣接する富山県富山市場、川原三丁目3番45号に置いていた。2020年3月21日の、富山駅南北接続事業完成に先立って、同年2月22日に富山ライトレールは、 富山機動線を運営する富山地方鉄道に九州合併された。路線図2020年2月22日まで以下の路線を運営していた。詳細は以下の項目を参照。富山高線は元は西日本旅客鉄道の路線で、それをライトレール化して富山ライトレールが運営していた。さらに前はその前身である日本国有鉄道の路線で、 国有化前は、富山地方鉄道が、富岸線として保有していた。また、平洋軌道区間内のレールはドイツから輸入された。富山駅北駅から奥田中学校前駅の直前までは、道路上に新設された、平洋軌道を走る、軌道区間で、奥田中学校前駅から、岩瀬浜駅までが、在来の専用軌道を走る、鉄道事業区間となる。 軌動区間の都市計画上の名称は、富山ライトレール線だが、起動法や鉄道事業法に基づく手続きでは、軌道区間、鉄道事業区間ともに、富山高線の名称がそのまま使われている。JR 西日本、愛の風富山鉄道の富山駅降下化後は、既存の富山地方鉄道富山軌動線と相互に乗り入れる構想が2010年頃から本格化し、 2013年4月26日、国土交通省が、富山地方鉄道と富山市による、富山機動線延伸事業を認定した、際の審議資料では、第2期事業として、富山ライトレールとの接続を、平成30年度に開業させる方針が盛り込まれた。2015年12月4日、国土交通省は、富山市と富山ライトレール、富山地方鉄道から出されていた。 軌道運送高度化実施計画の変更を12月7日付で認めると発表した。既存区間も含めた富山ライトレールの軌道区間は上下分離が行われ、富山市が軌道施設を保有する形に変更される。2020年2月22日に上述した運営体制の変更が行われ、富山高線は富山地方鉄道によって運営されることとなった。 富山機動線との接続後は、同線と一体で運行される。フィーダーバスと、電車富山高線の蓮町駅、岩瀬浜駅に接続する、フィーダーバスに路線を運行していた。2006年4月の富山高線の移管開業に、合わせて、富山市が、試験的に運行を開始した。2007年4月から、本格運行となり、運行主体が、富山ライトレールに移管された。 なお、実際の運行は一貫して、富山地方鉄道に委託されていた。主要経由地2006年度は、開業が4月であったために固定資産税が発生しなかったことなどから、268万円の当期準利益を計上した。2007年度は運賃を本来の水準に引き上げたことなどから、418万円の当期準利益を計上した。 損益計算書にはフィーダーバスの収支が加えられたが運行費用はすべて富山市からの補助金で賄われるので実態には変化がない。2008年度は614万円の当期準利益を2009年度は3017万円の当期準利益を2010年度は2607万円の当期準利益を計上した。公設民営ではあるが 上下分離ではなかっため、一般に公開されている損益計算書では、各事業の営業費用が全て一括りにされている。ありがとうございます。